晴らしいわ、満点よ。ケロッと解かれちまったな、エンジェ。お前は母さんに似て本当に賢いぞ。これで俺たちの問題はおしまいだ。いい、いい、エンジェ。人生にはこれからもたくさんの問題が訪れるわ。今はエヴァおばさんが助けてくれるから頼ってもいい。でもね、人生の問題のほとんどはあなた一人で解かなくちゃならないの。その時にそれまで助けてくれた人の助言や恩を必ず思い出すようにしてね。うん、わかった。エヴァ姉さん、エンジェをよろしくね。ええ、もちろんよ。行きましょう、エンジェちゃん。あと少しでこのゲームもおしまいね。いっぱいのメダルでおじいちゃんは何をくれるのかな。何かしらね。でもそんなものよりももっと素敵で楽しいものを私たちはもういっぱい受け取っているわ。何の話？みんなエンジェちゃんとこうしてお話ができてとても楽しかったということよ。うん、何のことかわかんない、変なおばさん。ごめんなさい。さ、行きましょう。あとはいとこのみんなとベアトリーチェでおしまいかしら。何？こんなところに呼び出してエンジェの話？いや、違う。俺はこいつを棺の中まで、いや猫箱の中にしまい込んじまうつもりだった。明日の晩まで口にチャックをしてりゃそうできる、簡単なものさ。俺は今夜殺されるだろうなって、そういう話さ。知ってたわ、あなたが何か隠し事をしてるってこと。そうかい。じゃあ俺の修行もまだまだだな。エンジェの話じゃないなら誰の話？まさかアスムさんの話じゃないわよね。バトラの話だ。同じような話よ。私はバトラ君には大人の対応をしてきたつもりよ。アスムさんの子であっても私はエンジェと分け隔てなく接してきたつもり。ちゃんと我が家の子供だと思ってるから安心して。我が家の子じゃない、俺とお前の子だ。悪いけれどそこだけは区別させてちょうだい。違う、俺とお前の子なんだ。何ですって？死産したのはお前じゃない、アスムだ。あの時お前とアスムとの二股を清算できず俺はどうかしてたんだ。まさか、まさか。アスムと俺は席を入れていた。お前とは浮気の関係だった。そしてアスムは死産して、お前は出産しちまった。俺の頭はしっちゃかめっちゃかだったぜ。あの頃は今以上に金回りが良かったからな。若かったから無理も無茶もしたぜ。札束でしばきながら病院を脅してお前とアスムの子を入れ替えたんだ。お前たち三人に謝らなきゃいけない。アスムには血のつながらない赤ん坊を押し付けた。あいつはおっとりしてるように見えて案外鋭かったからな。ひょっとしたら
気づいてたかもしれない。でも自分を母と慕うバトラーを最後まで愛情たっぷりに育ててくれたよ。私は俺を罵ってくれ、いやこの場で殺してくれてもいい。俺はそれだけのことをした。これが猫箱にしまい込む前に俺が白状したかった秘密だ。バトラック、すまん。キリエ、バトラ、気づけば随分とたくさんの人に問題を出してもらったものね。うん、あとはジョージお兄ちゃんとジェシカお姉ちゃんとバトラお兄ちゃんとベアトリーチェだけだね。お、やっと来たぜ。待ちくたびれだよ。僕たちのことを忘れてるんじゃないかと心配したよ。お待たせしたわね、二人とも。とびきり難しい問題を用意できたかしら。私たちは二人で一つの問題を出すことにしたんです。あらあら、それは一問でもおっかないわね。エンジェちゃんのために用意した特製の問題だから頑張ってね。解けるもん、絶対解けるもん。じゃあ早速始めようかな。ジェシカちゃん、あれを並べよう。ほい、来た。このうちの2つはびっくり箱、残りの1つにはメダルが入ってるんだ。エンジェちゃんにはどれにメダルが入ってるか当てられるかな。ヒントがなかったら無理、こんなの。そうだね、このままじゃただの運試しの3択だ。確率はつまり3分の1ってわけだね。ジョージ、これじゃクイズじゃないわ。本当にただの運試しじゃない。問題は後々、話を続けよう。さあエンジェ、この3つの箱のどれにメダルが入ってるかな。直感で選んでごらん。赤い箱。じゃあこの箱をエンジェちゃんの前に置こう。この中にメダルが入ってるといいね。じゃあまずは小手調べ。その赤い箱の中にメダルが入ってる確率は何分の1かな。3分の1。正解よ。これが本当に純粋な運試しだとしたならね。いいのかエンジェ、本当にその赤い箱でいいのか。この後エンジェにそれを開けてもらうわけだけど、もしびっくり箱だったらすっごいびっくりするぜ。いいのかい、本当にその赤い箱で。メダルは青い箱か緑の箱に入ってるかもしれないよ。チェンジするかい。この赤
度胸だぜ。でも本当にびっくり箱は怖いんだぜ。どれくらい怖いか一個見せてやるからな。エンジェ、本当にその赤い箱でいいのかい？すっごく怖いのが飛び出すかもしれねえぜ。やっぱり青い箱にチェンジした方がいいんじゃねえの？怖くない、エンジェは赤い箱でいいの、いいの。脅しすぎだよジェシカちゃん。さあこれで箱は一つ減って二つになっちゃったね。さあここからが問題だよエンジェちゃん。どっちの箱にメダルが入っているか。エンジェちゃんの前にさっきから置きっぱなしにしているその赤い箱と、僕の前にあるこの青い箱、どっちを開けた方がメダルの入ってる可能性が高いかな。それが問題さ。中身がわからなくて箱が2つならメダルが入ってる確率は5分と5分、どっちも同じじゃないの？おばさんもそう思うんだけどね。でもそれじゃ答えが当たり前すぎるでしょ。何かひとひねりあるんじゃないかしら。私から二人に二つ質問があるけど、いい？どうぞ。この三色の箱は誰のもの？ジェシカちゃんの？はい、そうですけど。つまり、どの色がびっくり箱かあなたは知っているのね？ええ、もちろん。ありがとう。引き続き二つ目の質問ね。ジェシカちゃんはさっきびっくり箱の怖さを教えるためにと一つ開けてくれたわね。それは、エンジェちゃんがどの箱を選んだとしてもやっていた？そうです。せっかくなんで怖がらせた方が心理戦っぽくて面白いかなって思って。ありがとう、ヒントはそれで十分よ。ヒント？それはどうしてかな。なんとなくエンジェちゃんがアーモンドを当てたあの15切れのケーキを思い出してみて。アーモンドが一つだけなら当たりの確率は15分の1なわけよね。うん、15分の1。でもね、エンジェちゃん、実はあのケーキ、使用人の人たちも食べてて、本当は最初、20切れあったケーキだったとしたら？え？あれ？今日はお祭りだもの。使用人の人だけケーキなしなんて、意地悪でしょ？だから本当は、20切れのケーキがあったの。それを、使用人分5切れ抜いて、15切れにして飾り直して、そこからエンジェちゃんに選んでもらったとしたら、エンジェちゃんが選んだケーキの当たる確率は
本当はいくつだったと思う？でも使用人の人たちはアーモンドの入ってない場所を知ってたから、そこを避けてケーキを5切れもらったのよ。つまり彼らはハズレを5個間引いてくれていたというわけだから、確率は20分の1じゃなく15分の1になる。ハズレを間引いたんだから、その分当たる確率が上がるのは当然だよ。同じことが今ジェシカちゃんによって行われたんだよ。ジェシカちゃんは君が選ばなかった2箱の中からハズレを1つ間引いたんだ。ということは君が選ばなかった方の当たる確率もその分上がったということになるんじゃないかな。わかったような、わからないような。よくわかんなくなってきちゃった。いや、エンジェちゃんはすごいよ。6歳で確率論の事後確率を理解しようとしたんだからね。確率は面白いよ。高校や大学に入ったらきっと好きになると思うから、いっぱい勉強を楽しんでね。エンジェちゃん、ちょっとこっちへ来て。ん？なに？ジョジョお兄ちゃん。なに？もうすぐクイズ大会もおしまいだな。あとはバトラお兄ちゃんとベアトリーチェでおしまい。なんだかさっきから眠い。眠い？うん、ソファーがあったら寝ちゃうかも。そっか、じゃあもうじきこのパーティーもおしまいだな。僕たちのさっきの問題難しかったかい？うん、未だによくわかんない。それに眠い。あれは事後確率って言ってね、ある特定の情報を知ることで、あるいは知らないことで確率が変動することを言うんだよ。もし10個のケーキの中にアーモンドが1つだったら当たる確率は 10% だね。でもそれが実は100個のケーキの中から適当に選んだうちの10個だと教えられたらどうなると思う？10分の1どころか当たる確率は100分の1だと思うよな。エンジェちゃんが選んだケーキは何も変わらないのに、エンジェちゃんが何かを知ることによって、あるいは知らないことによって、エンジェちゃんのケーキの中に当たりが生まれるかどうかの確率が変化したんだよ。不思議な話だと思わないかい？その話難しそうだからもうやだ。エンジェ、いいから最後まで聞いて。僕が君に伝えたいのはたった一つなんだ。だからこれだけは忘れないで。何？これから未来、様々な情報が
君の